アンドレ・アボラーニョはアルカンターラ社の会長兼 CEO である。2004年アルカンターラ社の社長に就任し、2006年より同社会長を兼務する。2007年6月からトーレ株式会社の専任理事も兼ねる。さらにイビ財団副会長も務める。イタリアに生まれた。ジェノバ大学で科学工学修士号を取得後。 ミラノの勃興に大学で経営学習志望を取得した。キャリアの初期には、ピレリ社、モンテージソン社、ヒモント社、モンテフィブレ社などの企業で、マーケティング、営業から経営計画、技術マーケティング、財務会計など幅広い役職を歴任した。1990年、東レ株式会社参加のイタリア企業、アルカンターラ社に入社した。1998年に、 ドゥアインクの CEO に任命された。2021年、アサヒ小受賞受賞ボラーニョは2009年に、アルカンターラ社において、本格的なサステナビリティへの取り組みをスタートさせた。同社は、ボラーニョの主導のもと、世界銀行、コネクト4クライメート、ベネチア国際大学、アースレイネットワークなど、国際的パートナーとの協力を通じ大規模な、 ステークホルダーとの連携を広げている。ボラーニョはこうした連携をもとにサステナブル経営の世界的普及のため定期的な国際シンポジウムを開催する。最初の2回はイタリア・ベネチア国際大学との共同開催によるグローバルな自動車産業におけるサステナビリティに関する国際シンポジウムでサステナビリティと自動車バリューチェーンと自動車エコシステム サステナビリティへの国際グローバルロード、アジアの観点から出会った。第3回国際シンポジウム、サステナビリティと企業価値は、日本経済新聞社、早稲田大学、ベネチア国際大学、イ・アルカンターラ社との共同主催、日本のグローバルビジネス学会の講演で2016年10月に開催した。日本の市場はポテンシャルがある。今後は、イタリア企業として、 ミラノ本社からの情報発信に加え、東京からの発信も強化していくことで、ファッション業界でのアルカンターラブランド認知度を高めていく方針を語っている。2014年から日本市場への本格進出を開始した。自動車産業に働きかけるともに、ワイズや花江森などとのコラボレーションも行う。アンドレア・ボラーニョは2015年、ローマ教皇、フランシスコの会直。 ラウダート市の内容検討に招かれ、サステナブル企業の模範となる、アルカンターラ社の知見を述べた。ありがとうございます。